それでは、材料系の大学院修士課程入試に関する説明を行います。私、材料系の入試委員を担当しております松本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この動画で紹介する内容は、2022年3月時点での予定です。詳細については、4月6日に公開される募集要項で必ず確認を行ってください。 2022年度の願書の受付期間は6月9日木曜日から6月15日水曜日となっています。出願の際にはインターネット出願サイトでの登録が必要になります。最初に材料系入試の変更点について説明します。昨年度まで材料系の入試では志望教員を選ぶ際に A から C までの 群別の分類を設定していました2022年度からはこの分類がすべて廃止されます材料系に所属するすべての教員を研究分野に関わらず第一志望から最大大重志望まで自由に志望できるようになりますここが2022年度からの大きな変更点です次に 出願手続きについて説明しますまず最初にインターネット出願サイトから出願情報の登録顔写真データのアップロードそして検定料の支払いいを行いますその後出願書類を印刷しその印刷した書類を郵送にて提出する必要があります。インターネットでの登録と 印刷書類の提出の2段階となっていますのでこの点に十分注意してください次に出願資格についてです出願時に大学4年生または来春卒業見込みの場合には事前の審査は必要ありません高専などの出身の学生については事前の資格審査が必要になります募集要項に指定されている 資格審査書類を5月16日月曜日までに提出してください不明な点がある場合は入試課にご相談ください外国語試験に関しては外部テストのスコアシートを利用することになります利用できるテストはここに挙げている TOEIC L&R、TOEFL IBT、TO e トーフル IBT ホームエディション、トーフル ITP プラス 4China Solution、The Revice to TOEFL Paper Delivered Test の5つになります。材料系ではスコアシートの原本を出願時に提出する必要があります。締め切りは6月15日水曜日になります。毎日この期日までにスコアシートの提出ができない場合は、 7月1日金曜日12時必着で材料系事務室に簡易書き留めで郵送してください。遅れると受験資格がなくなりますので注意してください。これから材料系の試験日程について説明します。出願の締め切りは6月15日。試験には A 日程試験と B 日程試験の2つがあります A 日程は7月16日土曜日にオンラインの口述試験を行いますその後合格内定さらに9月6日に最終的な合格発表が行われます B 日程はまず8月17日に筆頭試験が行われます A 日程が残念な結果に終わった人も、B 日程の筆頭試験を受験することができます。筆頭試験の後、8月25日にオンラインの口頭諮問を行います。最終的な合格発表は、こちらも9月6日に実施されます。出願を行う場合は、試験日程の確保に注意してください。 材料系の B 日程筆頭試験について説明します B 日程筆頭試験は、8月17日水曜日午前9時半から12時までを予定しております筆頭試験は、第1ブロック、第2ブロックそれぞれ60分の試験によって行われますいずれのブロックにおいても、60分間の試験時間で 以下の出題分野の中から2題を選択し回答していただくことになりますここに示しますように非常に多くの分野から問題が出題されていますので自分の得意な分野から問題を選択し回答することができます想定問題はこちらのホームページの方に掲載されていますので各分野でどのような問題が出題されているか参考にしてください もう一度確認になります口術試験 A 日程は7月16日土曜日に実施予定です受験資格者と実施情報については7月7日12時ごろに出願サイトのマイページから通知されます B 日程の口頭試問は8月25日木曜日の実施を予定しています 受験資格者と実施情報については8月22日月曜日の17時から材料系のウェブサイトで公開される予定です。最後に出願時の指導教員の死亡について説明します。材料系の定員は190名。他の学院やケートの併願は認められていません。 第一志望の教員と必ず出願前に相談を行ってください。志望は第五志望まで、必要であれば最大第十志望まで記入してください。最初に説明したように、研究分野による制約はありません。また、キャンパスによる制約もありません。履修コースの選択は第一志望の教員と相談してください。材料系の教員や 研究対象となる材料系の情報に関しては、以下のホームページからご覧いただくことができます。参考にしてください。以上で、材料系大学院入試に関する説明を終わります。